その能力って地味にこの選手しかないよねっていうのはあります。ああ。なんかもう、また下にボールを置いて、どんなに寄せても取られないみたいな能力。くるくるかわすみたいな。本当に、何その懐に入れる深さとうまさみたいなのは、大島に感じますね。大島亮太は本当に一番いい時の大島亮太は、世界的に見てもあんなに人が足出せないところにボールある人いないみたいな。なチアゴ以上だと思いますね。本当に一番いい時の大島亮太は。 そう世界的に見るとその能力ね、当然メッシュとかそうだし、チアゴとかすごいけど、そうベルナードもすごいんだけど、あの大島のね、ほんと、まあ、よかったら大島亮太のプレイ集慣見るわよ。だって、そんなに、なんていうのかな、別に、日本人持ち上げとか別にしないじゃないですか、本当にフラットに見て富康いい、三笘いいって言いますけど、その中でも、大島のあの、懐入れた時の、あのほんと狭いスペースで、そ相手の力使って、ほんとね、合気道感、すごいよね、ほんと大島に関しては。